皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日はちょっとねメイクもこだわって、洋服もちょっとこだわってみた、お休みだったのよ、はい。今日はねみんな知ってる一本満足なんていうのかわかんないけど、一本満足プロテインバー食べていきたいと思います。はい、ではレッツゴー。今日食べていくのはこちら、みんな知ってる一本満足バーだね、プロテインがね 15g 入ってる、これね結構カロリー高くて1本 187キロカロリーあるんだけど、これ美味しいからさいいかなって思ってる。おお、キンキンに冷やしてあるからね。シリアルが入ってると一見思うんだけど大豆タンパクですね。でも小麦粉も含むって書いてあった。いただきます。ザックザックしてて美味しい、この食感が本当いいよね。みんな何味が好き？私は断然これシリアルのブラックだね。じゃあ心霊現象見たくなってる腕が映ってない二の腕がね細いんだよね。ここはねしっかりあるの。あ、これやけどしたオーブンで、変な体型だよね。溶けてきちゃった。最近暑いよね。私昔ね冷房ガンガンでも結構大丈夫なね体質だったのね。でも最近やったダイエットの後ね結構冷えるようになって体が、これね一本満足バーだけど一本ないぐらいでもお腹満足してる。脳も。はい、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。とても満足しております。はい、今日の飲み物こちらハマっているプーアル茶でございます。肌の調子はというとねいいよプーアル茶のせいなのかもう何のおかげなのかわかんない。もう本当にね肌がツヤツヤしてる。ちょっとね生理前だからさできやすくなるのね。でもねできないね。はい、じゃあ乾杯。はい、では今日のお話、今日のお話はね私食事内容のね見直しをねしようと思ったので、市販品に頼りすぎないで手作りのねパン、米粉パンとかおからパンとか手作りのねケーキとか、小麦粉をね使わないね。私今グルテンフリー生活送ってるからで作ってみようと思ってね一通り揃えたの。ほらタッパーでしょ、ラカントでしょ、これはね元から持ってた。でココア今日買った、蜂蜜元からあった。でアーモンド効果と無調整豆乳でしょ、ベーキングパウダー、寒天クック、これね大箱ってあるじゃん、結構ね大箱をね使うレシピが多いのよ。で寒天で代用できるっていうから買っちゃった。大箱もねあったんだけど高かった。米粉でしょ、きな粉、おからパウダーね、完璧なんだよいつでも作れるんだよでもね、ちょっと元に戻るね。はい、ワープしました。結構揃ってるでしょ、
頑張って揃えたんだけど、いざ作ろうと思うとね、怖い食べ過ぎそうで怖い。で、私の作ろうとしてるものって米粉とかね、おからを使ったグルテンフリーなものをレンジでね作りたいと思ってるの。オーブントースターとかもう作りたいものがね、もう何個かあるの。でもね、それを作ったらね、食べ過ぎちゃうんじゃないかと思ってね、もしかしたら費用とか食に走ったり過食をとしちゃうこともあるんじゃないかって思ってね、今ねちょっと踏みとどまってる、子供たちはねむちゃくちゃ期待してんの、私の作るお菓子期待してるんだけどね、一歩踏み出せない。で、夢を見たの。もう過食をとしたくて過食をとしたくてたまらない夢を見たのね、すごい苦しかった。本当にあの思いはね、もうやった人にしか分かんないよね。もう、想像するとね、もう本当怖いんだけど、過食嘔吐でね悩んでる方は本当抜け出してほしいって思う。いいことなんて本当一つもないよ、過食嘔吐なんて。もう吐けなくなってね太っちゃうから。結局私がね前太った時もうスランプが原因だよ。スランプとあと疲労と過食の悪化で10キロ太ったのすごくね本当ね、米粉パンとかね、おからパンとかね、レンジで作れるね、ものすごく美味しそうなの、私も作ったけど美味しかったよっていうコメントがね溢れててね、私も作りたいってなってるんだけど、でそれをね動画にしたらね楽しいじゃんね。今日はね材料をね、食材をね、お菓子作りのねかき集めたんだけど、どうしようかなって思いとどまってるってお話でしたね。また動画がね、お菓子作りの動画、パン作りの動画上がったらね、覚悟を決めたんだなって思ってください。もう本当吐きたくないの、もう過食したくない。はい、ちなみにね、今の体重、今朝の体重は 44.4 でしたね。昨日は 44.3 だった。もう疲労と過食してるのに頑張ってるって感じですよね。あとね、食生活のね見直しのお話もしたかったんだけど、ちょっと尺が足りなくなったので、また次回にお話しします。はい、では見てくれてありがとう、聞いてくれてありがとう。チャンネル登録とコメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。腕が細い。シャキーン、バイバーイ。